し見ないで。なのになのにオレンジが一番嫌いな色とか言ってきます。一番嫌い。何ですか。一番可愛くない。オレンジが。おいおい、一番可愛くない。そう、オレンジ軍団の一員。そう、今髪の毛見せないようにめっちゃ頑張って。あ、めっちゃおもろい。そういうことか。じゃあ映されへんわ。それで映したらあかんよ。はい、すいません。ダメやで。はい、すいません。でもれいこちゃんはオレンジ軍団になってくれるのは2回目です。そうですね。セーターの時も来てくれてたんでね。そうやな、ほんまに一番私が似合わへん色でも。そんなことないって。そんなことあるよ。ほら、なんか顔がくすんでる。そんなことない。そんなみんな一緒やって。一緒じゃない。やっぱブルベイエベありますんで。はるかもイエベやん。あ、イエベやろ、うん、イエベが合うの。イエベが合うやろ。だってイエローとオレンジほぼ変わらない。確かに確かに。私ブルーベやから多分。え、いやそんなことないよ。そんなことないよじゃないね。イエベかもしらんやん。そんなことないよじゃないの。イエベかもしらないでしょ。そう、うん、落ち着いて見てられる2人の配信やって。そう、逆に、ま、もう、 うるさいよ。うるさい。うるさい。何？うるさいし。うるさい。映すよ。映さないで。ひどい。マニさ。ひどいよ。そういうことでしょ。どういうことなの？ちょっと前髪を固めないといけない。あ、フィッティングせな。なのなの。ライブのあの曲とこの曲とうわあの曲と。そんなある？この曲とそんなある？あの曲って言われても分からんねんけどな。何に出るかお楽しみ。やばい、明日の練習ほんませなか。頑張れ頑張れレイちゃん、できるできるレイちゃん。思ってないよね。頑張れ頑張れレイちゃん。思ってないよね。できるよできるよレイちゃん。めっちゃ眠たいね。レイちゃん知ってる？レイちゃん、レイちゃん、めっちゃ眠たくてね。レイちゃん今日とあるね、うん、あれのために今日6時に起きて。何ですか？で1時間やって、それをほんで7時からお風呂に入って。お、朝風呂で8時にご飯を食べる。全部教えてくれるやん。で、うんうん、あの9時前ぐらいに家を出まして、うんうん、全部教えてくれる。10時からリハですよね。はいはいはい。でリハがありまして、はい、でお疲れ様です。2時間、あ、あきら先生。絶対言う。なんか青春みたいで、なんか2時間ぐらいリハあって、はい、で、2時間の間にそのクリスマスのライブの復習をして、クリパクリパ こっちに来てね、はい、ほんで、なんか戻って、はい、またリハーサル。お疲れ様。肩出てるとこ見てこ見せんといて。肩 NG。 肩 NG じゃあろ。肩 NG やから。ほんまにもうちょっと。そう、あきら先生でした。あきら先生が今日見てくれます。最後に、最後のあきら先生です。寒い。 Someone but me。 え、半袖寒くない？寒くない今んとこ。嘘やろ。誕生日おめでとう。素敵な一年にしてね。怖い。おめでとう。でももうじき寒くなるでしょう。寒い。どうしよう、前髪作ってフィッティングするか。フィッティングして前髪作る。絶対フィッティングして前髪ある。なんで？崩れちゃうじゃん。はい。はいで終わった。なんでって理由聞いといて、はいで終わった。そんなことある？あ、パルコーンって。怖い。すぐ呼ばれる。やだ。はい、あきら先生がまた。はい、れいちゃん、はるちゃんです。あ、れいちゃん、はるちゃんの中ってことは嘘です。れいはるです。レイちゃん、はるちゃんの中なんで、やっぱりレイハルです。手捕まっといて。
レイハルですよ。うん、そう、最後のファルコンパワーなんですよ。ハルちゃんパワーね。ハルちゃんパワーです、ね。ファルコン。あ、レイちゃんファルちゃん。ファルちゃんじゃない。レイちゃんハルちゃんの中、うん、レイファルです。違う。最後のショールームなんやろ。最後か知らんけど。いや最後ではない。あ、え、グローブ。え、そうやで。あ、すごい。オレンジ軍団なんで。仲間おった。仲間いました。そうなんです。今日はね、まあそういうことか。今日はオレンジ軍団になってくれてますよみんな。嬉しい。嬉しいね、それは。嬉しい。めっちゃ小銭。全部小銭。めっちゃ小銭。嫌よね、小銭。嫌よね、小銭。小銭嫌やろ。自販機わらわらってきた。出てきたら。そう。あ、オレンジ軍団。いや、最高。オレンジ軍団でした。今日は秋田先生もオレンジ軍団の一員です。はるちゃんのキャッチフレーズ好きやって。ありがとう。まあ私が一番好きですよね。間違いない。秋田、うん、先生は、ね、今日グローブをオレンジにして来てくれました。素晴らしい。しかも家出る前にパッて手を見て。ちゃうちゃうちゃう今日オレンジってなって引き返してくれたらしいです。めっちゃおもろい。愛はめっちゃ愛でしたね。優しい。ファルコンパワーですよね。アキタン優しいって。アキタン優しい。はるかでも読んだことないよそんな。ね、やさお。マサオ。意識高すぎ。なんだ何曲中もはるちゃんパワーもらわないとね。本当だよ、ね、あ、そうや、あれ言うの忘れてた。はい、後で言わな。言ってや。何か分かった、うん、言ってや、頼むで。れいちゃんしかおらんねんから一回。だから、あの舞台監督さんにどういう、うん、あのまあいいわ。やめられた。寒がしい。違うの寒いって言ったの。騒がしい日々にじゃないの。違う、違ったみたいです。こんにちは。寒い。まあもう12月ですから、そりゃ寒いでしょう。今日から寒、また寒くなるみたいな。あ、そうなの。千里さんが言ってた。ええ。ええ。はあ、わあ、ありがとうございます。もう本当にあ、ありがとうございます。やったー、みんなで。ありがとうございます。何か分かってないけど、おいしい、おいしい、おいしい。卒業お祝いいただきました。お祝いとメンバーみんなの分もあります。何やろうこれ。おいしい。あ、カヌレもある。うわ、やったね。もうそれはレイコちゃんってこと。あ、私が全部食べていいの。ダメダメ。じゃあランキング読みます。ほんまにそれでええんか。13位クラスさん、ありがとうございます。12位モーブランさん、ありがとうございます。11位赤月マンさん、ありがとうございます。10位キッペイさん、ありがとうございます。9位ハルピョン、ありがとうございます。8位安野さん、ありがとうございます。7位カナさん、ありがとうございます。6位シマ、ありがとうございます。9位ヒデさん、ありがとうございます。4位ヤスさん、ありがとうございます。3位メビウスさん、ありがとうございます。2位ツンちゃん、ありがとうございます。そして1位がマッチャンさんです。ありがとうございます。ご飯食べてる時とかどうしたらいこうから。では皆さん、今日はアイドルさだのはるかの集大成をお見せできるように頑張りますので、どうか見守っといてください。オレンジ振ってください。はるちゃんコールお願いします。はるちゃんではなくはるちゃんお願いします。あのレイコもついでに。まあ歌わり一緒の、うん、一緒のとこ多いけど、うんうん、あの違うとこあったらあのレイココールしてください。レイココールお願いしますね。はい、一緒のとこはもうはるかコールお願いします。はい、ということでバイバーイ。寒い。行っちゃうの？寒い寒い。ね。寒い。行っちゃうのって。寒い寒い。これ持ってったらいい？あ、持って行って。これはみんなで。
みんなでって書いてるでしょなんで怒るの、書いてるでしょ、はい、もということで一人になってしまいました。でもね、私ちょっとこの後なんだフィッティングしたりとか前髪を固めたりとかいろいろしないといけないので、ちょっと15分ぴったりに終わることになりそうなんですけど、もう本当にいつも時間がないんですよね。やし今日ね、私ね本当に久しぶりのポジションなんですね。初日ぶりのポジションなので、もうマジでさっきのリハももう全然できんかったからちょっとでもね練習したい。だからもう本当に時間がない、マジで。なんなんもう本当に今日の公演のリハが始まる直前、本当に直前の直前までライブのねリハーサルしてたので、もう練習する時間もなくてやばいんですよ。だからちょっとぴったりで終わらせてもらうんですけど、申し訳ないです。寝れた？今日はね3時間4時間ぐらいしか寝れてないかも。わちゃわちゃね。そうやねん、もう最後やで M フルメンなのはうわかんな、かんもうね、なんか無意識やと多分ねもうミカなポジに行っちゃうんですよね。もうそっちの方が染みついてるからマジで。だから意識して集中して頑張らないといけませんね。 OK、 あと3分ね。ありがとう、教えてくれて偉いよ。よしよし、そう本当に貴重なフルメンですね。私は今日はあれかな、 M のこの公演では初めてかな、ハーフアップは。今日はハーフアップで後ろにねデカリボンちゃんもつけて準備バッチリです。そう本当にね、横毛がねいつも巻くかねこのまま巻かないか問題なんですけど、今日はメイクさんが逆にストレートでこうやって内巻きの方が可愛いんじゃないって言ってくれたから、もう今日はストレートの内巻きでやらせてもろてます。お、配信見て。そうやっぱね、私こ両方耳っていうかここ出てた方がやっぱねすっきりするし、なんか顔がそうちっちゃく見えるから。そうなんですよね。このんでなんかやっぱねポニーテールとかもうポニーも大好きなんですけど、ここにね髪あった方が私漏れるんですよね。やし顔もなんかそれこそちっちゃく見えるから、ここにね毛は必要なんですよね。卒業葬式しに来ました。うわちょっと無理かももう無理かも、みんなに言っちゃったから。かわいい天才ありがとう、嬉しい。でもね、でもメイクは今日順調に、ちょ松葉、まあ、行ったばっかりって言っても1週間前ぐらいかな、松葉行ったばっかりなんで、まだねまだぐちゃぐちゃまつげじゃないんですよね。松っ葉行ってのちょうど1ヶ月経った頃とかマジぐちゃぐちゃのまつげになるんですよ。だからもうほんまにやばいんですけど、今日はまだ綺麗なまつげです。こんな感じ今日のメイク顔近ってな、近い腕でな。あと1分撤回したくなったら。でもね寂しいです、やっぱりね、なんかメンバーのみんなに会えなくなるのもファンの皆さんに会えなくなるのも寂しいんですけど、ちょっと一歩踏み出させていただきますね頑張りますリハ。ちょっとねとりあえず今眠たい、ちょっとね寝不足が一番公演にはダメダメなことなので、ちょっと不安に。あ、むくみ飲むの忘れた、うわー、やらかしたレイちゃんパワー本当はねしたかったよ自己紹介で。でもね私はるかより先の自己紹介やから、はるちゃんパワーちゃうレイちゃんパワーできないんですよ。もうそこはやっぱ私のポリシーがありますんでね、その主役のメンバーよりも先やったらやらないというそうなんですよ、悔しいね、受け取りたかったしね。
ソロ公演、ソロ公演ちょっと厳しいかも厳しいかも。あ、15分経ちましたね。ということで順位発表します。13位タツオジさん、12位シンさん、11位レイコちゃん、10位アカツキマンさん、9位ノブキチさん、8位パイセンさん、7位ビートポテトさん、6位アマタさん、5位ターくん、4位ユキちゃん、3位がユージロさん、2位が柳さん、そして1位タカさん、ありがとうございました。ありがとね。ということではるかの卒業公演、もう盛大に盛り上げてはるかとたくさん思い出を作りたいと思いますので、ぜひ見てください。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。